さうさ、つむつむ。僕の名前はうさつむり。エソラゴト計画始まるよというわけで始まりました。エソラゴト計画でございます。皆さんにですね、ちょっとばっかり過去2008年から 2018年までほとんど毎年ですね「おかえりスマイル」という番組がありましてその中でパーソナリティーの三輪早苗さんから「恭生さん恭生さんなんか怖い話お願いします」なんていうふうに言われましてですねちょっと短い怖い話なるものをですねずーっと毎年毎年8月にやらせていただいておりました。 それをですね、取っておいていただけましたので、発表させていただこうかなというふうに思う次第でございます。皆さん、どうぞお聞きくださいませ。音だけではありますけれども、まあ、軽くテロップなんかでですね、文字紹介も少しだけさせていただきながらお届けしたいと思います。では、お聞きくださいませ。 ちょっと短い怖い怖話こんんばは、津久井です。2016年もちょっと短い怖い話でちょっとだけ涼しくなってください。今回のお話は臨時開店知り合いの S さんがメールで連絡を受けたという。 大学時代の友人が店を開いて5年になるので顔を見せに来ないかとたまたまその辺りへの出張が決まっていたのでちょうどタイミングもいいし顔を出すかなそう思って出張先の仕事を終えて店に向かった。 雑居ビルの地下1階にある店はすんなりと見つかったらしいよく来てくれたな久しぶり友人は心よく迎えてくれたへえいい店じゃないかだろうようやく手に入れた店だからなこだわったんだぞ。 昔から凝り性の友人だったのでお酒もこだわっていたたまにはサワーなんかじゃなくてバーボンでも飲めよお,おいいいのかふうを開けちゃってうんいいいい酒は飲むためにあるんだからほら今日はたくさん飲めよ自分の好物を知っていた友人は それもたくさん用意してくれていてお酒のピッチも上がった昔話に花が咲きトイレに行って帰ってくると座っていたカウンターの横にもう一人女性が座っている「ースさんお久しぶり」あれエーちゃんどうしたのここで私も、 働かせてもらってるのあ、<laughs> そうなんだ大学時代のサークル仲間の A さんという女性も会話に加わったひとしきり話が盛り上がった時に友人が突然そういえばさ A ちゃん、お前のことを好きだったんだって もうちょっとやめてよ。でもさ、あの時ほら、お前に彼女がいたから、身を引いたんだそうだぞ。あ、へ <laughs> そうなんだ。でな、今でも好きなんだってさ。え、今でもあはは、そうなのうん、そうだよ。 すきだったんだからみつめあってちょっとちんもくのじかんがながれるおいよかったなこくはくできてうんよかったそのとき S さんはきゅうにあたまがくらっとしてああ <laughs> ちょっとごめんトイレと言ってトイレに入ったそうだああトイレに入って座り込んで頭の中のキーンという音がなくなるように目をつぶって こめかみ辺りを揉んでいると「大丈夫ですかもしもし大丈夫ですか何してるんですか?」と聞いたことのない声がする「えあななんだあ」と思ってようやく立ち上がって外へ出てみると警察官と 知らない男性が立っていたあのここは立ち入り禁止ですよどうやって入ったんですかあたりを見回すと焼け焦げた匂いのすすだらけの薄暗い店内だった3週間前にガス漏れの爆発が1回であって。 この地下のお店も巻き込まれてしまったんです。誰かが入り込んだって連絡があったんで来たんですがああが閉まっていたんでビルの管理の人に開けてもらったんですよ。いやいやそんなはずはだって今まで友人のマスターと飲んでたんですよ。 そうですかあのこのお店のマスターなんですがその事故で亡くなっています従業員の方も一緒に一酸化炭素中毒だったようですよメールをもらった当日にその事故はあったらしい A ちゃんも 亡くなっていた A ちゃんのために S さんのために店はオープンしてくれていたなぜならずいぶんお飲みになったようですね帰り気をつけてくださいよそうなのだかなり酔っ払っている 確かに、飲んだのだ。の「カウンターには新しい小皿の跡や3つのグラスの跡が残っていたという」。 というお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。